今夜宅飲み始まりました。今回はビールのシリーズで非常に幸せな感じでしたね。ご商品ね、まあこれから先ね、2026年には全部税率が 55% になるっていうことで、まあどういう風にね金額が変わっていくのかわからないですけども、今回は一番ね皆さんにお勧めしたいなという風に思うのはキリン一番搾りですね。キリンの一番搾りは価格がまず178円、ね、すごい安くなりました。麦芽とホップしか使ってない、まあどちらかというとこのプレミアム感のあるプレミアムモルツとかエビスと同じ材料ですね。それでいて価格は178円、スーパードライとか札幌の黒ラベルは188円なんですけども、安いと。キリンの技術の結晶ね、これもう間違いないです。いやーキリンビールすごいなというふうに思わざるを得ない一本でした。私も本当は一番搾りって飲んでない方だったんですけども、そんな中で今回これを選んだのはやっぱり価格とやっぱ原料と技術、味もそうですけども、やっぱり一番ねどこが突出してるとかじゃなくて、一番やっぱり多くの人たちに本当に支持されてきたっていうのもあるんですけど、飲んだことない人たちにも喜んでもらえるなっていうところがやっぱり一番大きいかなっていうふうに思いますね。今回の総評はキリンの一番搾り、こちら一番に選びたいと思います。今回の絶品簡単おつまみはですねこちらです。オイルサーディンアヒージョですね。オイルサーディンの缶ね、128円ぐらいで売ってますからスーパーで、はい、それに、チューブのニンニクをね乗せてオーブントースターで5分焼いただけ、それだけです。まあ、超簡単ですね。毎回超簡単ですけど今回も超簡単。じゃあちょっと食べてみます。このねオイルサーディンをね一回こうオーブントースターに入れて温めちゃうっていうところがね超うまいんですよ。キャンプとかでもね、そのまま網の上にオイルサーディン乗せたりしてますけども、こんな感じですね。はい、こんな感じでございます。はい、ではとりあえずこれを食べてみます。うめえいやこれ最高っすね。これもうさ、ワインにも合うんじゃない。もうワイン、まあビール合うよね。これビール合う、絶対合います。はい、ではお好みでお醤油とですね、なんとタバスコ、こちらですねかけちゃいますよ。ちょっとお醤油を待つ先にね少しかけて、はい、お醤油ですねにタバスコ。お醤油にタバスコと思うじゃないですか。これがねぜひやってほしいんですよね。まあ、ちょっとこんな感じ、ちょっと赤くなったでしょね、こんな感じです。これがねバカうまなんですよねうまい、和風な感じじゃないんですよ。これがねすごいいいんですよね。イタリアンって感じでもないんだけど、ほんと美味しい。このオイルサーディンにお醤油にタバスコ、この相性すごいいいですから。多分ね白ワインとかにもね合うとは思うんですけど、油がねやっぱちょっと多めなのでオイルサーディンなんで、今回ビールとねやりたいなというふうに思います。お家にあるお醤油とタバスコがあればもうこれ128円ですからね。このオイルサーディン128円、これを蓋開けてニンニクチューブね、ニンニク乗せて5分チンするだけ、オーブントースターでチンするだけです。焼くだけですから、そんな簡単なことないですよ。じゃあちょっとビールとね、今回選ばせていただいた一番搾りね、こちらで一番搾り、はい、一番搾りですね。はい、100% 間違いない、絶対やっていただければなと。こんな簡単で美味しいのないっすよマジで。うん、うまっ。オイルサーディンの食感がまたいいっすよね。あー美味しい。あーこれは混然一体となる感じですよ。いやービールと一番搾り本当によく合いますね。香りもねやっぱり一番搾りはホップの香りがするので、すごいなんていうのニンニク臭みたいなだけじゃなくて、この普通のねホップの香りがねふわーっと広がるんですよ。それがまたね素晴らしいなっていうふうに思いますね。はい、でとりあえずそんな感じでやっていただいて、ちょっとね
これ食べるじゃないですか。その後にね、もういけるかな。あ、いけそう。うん。これをね、ちょっと油だけちょっとこう、このお皿に移して、はい。はい、来た。はい、来た。このね、美味しいパンをどうしましょうか。これにつけちゃいましょうね。つけちゃう。吸わせる。もう、吸いまくりますよ、これ。これがね、ほんと美味しいんですよ。これもう、ちょっといいイギリスパンとかな、ちょっといいパン買ってきて、ロールパンでもいいですからやってみてください。もうほんと美味しい。油とか捨てちゃダメですよ、これ。絶対に。捨てちゃダメ。もう、こんだけ美味しくなってるやつだから。最高ですよ。うまい。中全部、油をパンで吸って食べたいっていう、そんな感じです。ビールってなかなか合わせづらいですけど、こんなに美味しいものをね、ご紹介できるなんて本当幸せでございます。美味しかった。今回の絶品簡単おつまみは、オイルサーディンのアヒージョですね。こちらご紹介しました。ぜひね、一度皆さんやってみてください。次回からは、レモンサワーの回です。5% 以下のレモンサワー、まずご商品、こちらご紹介してまいります。